皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC のリです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、なんとなんと7連勝ということで、いや、とてつもないよ。本当に負けなかったよ、いなかった間に。いや、俺いない方がいいんじゃないかと。最近出づらかった。まあ今本当に盛り上がってるからね。ただね、本当にまだ何も成し遂げてませんから。いや、間違いないですね。もう残りも5試合ですね。第38節ホームで水戸ホーリーホック戦。いやー、来ましたよ、水戸ホーリーホック。ここで鬼門です。鬼門ですよ。前半戦の雪辱を果たさねばならぬ戦相手ですね。そうですよ。ただ前半ね、アウェーでボコボコにやられたチームにホームで後半戦勝つというのは何度も見てきています、我々。そうですね、しっかりとやられた彼をやり返しているので、はい、ここ水戸戦もしっかりとやり返したいというところで、まず前回対戦振り返ってみましょう。はい、前回対戦、まあ本当に忘れたくても忘れられないアウェー4対1完敗ってやつですね。いやね、早い時間に先制してこれはいけると。そうだよね、我々は確信していた試合にボコボコにやられると。まあ本当に悪夢っちゃ悪夢だよね。正直この時期6月頭だったからちょっと苦しい時期でもあって、このままズルズルいっちゃうんじゃないのっていう感じのね、負け方でしたね。まあ相手のスーパーゴールだったにも、まあそうですね、ありましたが、ありましたが、まあついてなかった。そうだね、ついてなかった面もあるし、まあメンバー的に結構お互いいろんな選手を試しながらではあったものの、その中で水戸が勝ち切ったっていうところでね、手痛い負けでしたね。いや、そうですね、まあこうメンバー見直してみても、はい、結構今出てるメンバーと全然違う配置であったりと、ね、いうところもありますので、うんうん、まあ今の水戸ホーリーホックも少し見ていきましょう。そうですね、まあ、やり返しましょうということで、まあ、現在の水戸ホーリーホックこんな感じです。11勝12分け14敗の13位ということで、本当にまあ真ん中みたいな感じですね。良くも悪くもと。そうだね、負け越しになるか勝ち越しのシーズンになるかみたいなところを争っているような、そうですね、立ち位置でいますが、まあ、ただそんなにすげえ悪いのかって言ったらそうではなくて、前節甲府に、まあ、逆転負けしちゃったんですけど、それが5月以来の連敗ということで、決して大負けするチームではないんですよね。まあ確かに負けてる印象はないというか。そうなんだよね、結構さ引き分けてる印象があるよね、水戸。確かに、ね、俺の中では。確かに確かに、後半戦の成績もね、ここ下に書いたんですけど、5勝7分け4敗みたいな、まあ、引き分けの多さ目立ちますね。そして面白いサッカーが意外と、なんか秋葉さんの頃からずっと面白さは確かに変わらないよね。なロマンあるよね。ロマンあるし、水戸といえばさ、結構メンバーを入れ替わり立ち替わり、まあ、あ、はいはいはい、調子のいい選手をさ常に起用し続けてるイメージがあるけ ど、 なるほど、結構固定メンツで今年戦ってるイメージが強いんだよね。そうですね、確かにその固定してきてるっていうのが、まあ、今結構攻撃がいいのと粘り強さみたいなのがあるんですけど、そこにもつながってるかなというところで、まあ、今の中心メンバーとかはね、この左の予想メンバーにも書いたりした選手たちだし、はい、まあ、この安藤選手とか武田選手みたいな、まあ、もともと J1 でみたいなね、若い選手が活躍してるいいチームではやっぱりありますよね。そうだね、武田くんとかはさ、もう青森山田から浦和レッズに入ってますからね。そうですね、いや J2 では、まあ、ちょっとレベル違うかなって感じの成績ですね、今年は。まあちょっとレッズに戻るかとかも含めて、そうだね、ありますけど、かなり面白いというか、今シーズン初めてだよね、シーズン通してコンスタントに出てるシーズンは。いや、そうですね、前のレンタル先でもちょっとくすぶってたというか、ただ今季は絶対的なね、うん、でまあ予想メンバー的なところで言うと、まあ、水戸といえばブアニカ選手がレンタル移籍ということで、はい、まあ、この試合は出れないんですけどね。いや、そうですね、前節の末吉しかり、まあ、末吉出場停止でもともと出れなかったけど、はい、出れなかったけどね、ブアニカも、はい、レンタルで行っていますので、我々との対戦では出れない契約になっておりますと。でまあ誰が出てくるかなみたいなところもあるんですが、まあ寺沼選手とかなのか、まあ他にもね候補いますけど、注目選手、ちょっと前半戦の動画と一緒になっちゃうんですけど、前田涼介選手が出場停止明けから帰ってくるということで注目したいと。いやー怖いですよ、結構ね。いやーそうなんですよ、グイグイですからね。この選手が中盤にいるからこそ攻撃が生きると
いうのがね、まあ、前節出場停止ということで、なんか見て取れた感じはしますね、甲府戦は。いやもうほんとアンドリューみたいな潰し屋というか。そうだね、フィジカルも強いからねこの人はね。ちょっといるといないとではね、戦い方がまた変わってくるのではないかと。まあ試合展開としてはもうとにかく前半が両チームとも得点取りたいチームなので、攻撃で主導権握りましょうみたいな試合だと思うよ。殴り合いかもね。そうだね、まあ殴り合いだし、攻撃のパターンがしっかりと組み立てる水戸対我々みたいに、確かに早く攻めたい我々と、また攻撃に重きを置いてるチームかもしれないけど、スタイルが全然違うチームだから、まあ見ててちょっとね、そうですね、楽しい試合になるかなとは。ただもうお見舞いはしてられないので、我々はガンガン行くだけですよ。間違いないです。それでは続いて、久々にしっかりと千葉ちょっと語っていきましょうよ。行こう。現在まあ冒頭でねプーも言ってくれましたが、なんとなんと7連勝ですよ。はい、どうしたよ。もう最高。いやもう本当になかなかね、まあ、まさか岡山相手に5得点ゴヤドゥドゥ小森みたいなね、まあ、メンデスも先制点ありましたけど、最高だったねあれは。じゃああれですかね、これからまずはメンデスについて10分くらい語っていいってことですか。そうですね、メンデス10分、帰ってくる鈴木大輔10分、前半10分みたいな、まあ、50分以上の動画になりかねないですね。そうですよ、なりかねない。もう本当メンデスについて話したくて仕方なかった先週の動画。確かに、なぜ収録に間に合わなかったのか俺はみたいな。いやそうなんですよね、まあ本当に守備もいいし攻撃もすげえと絶好調みたいなね、本当に悪いところ上げるのが難しいぐらいですね今はね。そうですね、本当に誰を使っても面白いっていうか、いろんな選手の組み合わせが面白い。そうなんですよ、俺がよく言う後半から出てくる選手が結果を残しているチームみたいなところで、小森、米倉後半から出てきて、そうだね、仕事をしてしまうみたいな。間違いない、前節も良かったからね。ノリに乗ってる状態を今ジェフが作っているというところでですね。まあ本当に後半戦もめちゃめちゃ、はい、あの調子がいいみたいな、まあ最近ずっと話してるのでちょっと予想メンバーとか中心に話したいんだけど、はい、まあプーがいない間に先ほども言ってましたが、メンデス選手が頭角を現し、ゴヤ選手がスタメンに戻ってきた、その二人が活躍してるっていうね。いやメンデスですよ、メンデスいいよね。いや良すぎるよ。先制点もねめちゃめちゃうまいコントロールしたヘディングでしたけども、それもそうだし、あの頭がいい、サッカー IQ が。あーなるほどね、ラインコントロールがうますぎる正直。まあ実績ありますからね、実際 J2 で甲府でもねレギュラー張って、うん、だからこう今予想メンバー出ているところでメンデス鈴木大輔組ませてるけど、メンデスと佐々木翔吾だから、なるほど、やれてる部分もあるのかなみたいな。確かにね、佐々木翔吾があんなにも自由にボールを蹴れるなんて、確かに確かに、ないし、今までジェフの左利きのセンターバックを左サイドに、左のセンターバックに置くみたいな、そうですね、あったけど、はい、あの日高へのフィードとか見てるとね、いや本当にね、佐々木をあそこに置きたいっていう気持ちもわかるし、まあ、本当に鈴木大輔が2試合ぶりに出場停止明けで帰ってくるから、ここなんか起用本当に難しいよね、どこを選んでもいいっていう。そうなんですよ、新井一輝も帰ってきたしねベンチ。ちょっとセンターバックに関してはどう組むかっていうのは、ペアで組んでるのか、佐々木翔吾とメンデスのペアって、新井一輝鈴木大輔のペアみたいな風な組ませ方なのか、はい、もう本当に2人ともディフェンスリーダーみたいなセンターバックで組むのか、メンデス鈴木大輔みたいな、確かにどういう組み方をしてくるかっていうのはまた見どころというか。そうですね、ただメンデス最高。最高ですよ。で注目選手なんですけど、はい、まあ、これもプーが好きな選手ですよ。そろそろね、てか前節もめちゃめちゃ良かった田中和樹選手ですね。いやそろそろ1点欲しいでしょう。てかなんか惜しい場面はね、ここ十数試合ずっと続いてる感じはするんだけどね。あとはもう最後ね枠に入れるだけなんですよ。いやそうなんですよ、かなり走ってさ、かなり裏抜けてさ、かなりアシストなり得点に絡むプレーを作っている中で、最後自分でも点が欲しくなってきているっていうのが岡山戦でもね見え見え。確かにね、いやー田中和樹相当いいでしょう。まあ本当にこのドゥドゥ田中和樹っていう両サイド、まあその後ろのね一世と日高もそうだけど、ここがやっぱりね良すぎるんだよね今ね。本当に良すぎる。で後半から米倉が入ってきてみたいな。そうなんですよ、米倉もまたキレッキレなんでね、本当に水戸の守備はそこまで硬いチームではないからこそね、このサイドの推進力みたいなところは
武器だと思いますよ。そうだね、向こうのサイドバックも結構前に出てくるからこそ、我々の田口から裏へ田中和樹を走らせるみたいな、はい、っていうのが大切なプレーになってくるとですね。まあ、本当に最近決まりますけど、カウンターとかまあ大切にしていけば先制点しっかり取って複数得点夢じゃないんじゃないかなって思ってるんですけどね。僕はどうでしょうかね。いやどこからでも今点が取れてますからね。そうなんだよね。あんなにくすぶってた小屋がここ2試合で3得点。いや本当にあの PK も小屋選手がね取ったようなもんですから本当に。いやあそこでやっぱ一歩先に触れるっていうのがでかかったりとか、本当にね彼のそうですねいいところが間違いない全て詰まっていたここ数試合。ただそれに負けじとやっぱ小森も最初そうだね、もう仙台戦も岡山戦もだけど途中出場で点に絡んでるからね。そうなんだ、1試合とも動きはいいからね、全然その不安みたいなところはもうないんだろうね。だからこそこの未だにスタメン争いをしているというか、すごいよね、もう残り5試合しかないのに。確かに確かに、それが今のチームの好調な要因なのかなっていうところもそうですね含めて、なんでセンターバックも含め誰がスタメンを勝ち取れるのか、はい、最高のチーム作りがここに来て開花してきたとですねいうところで、はい、とにかく8連勝、いや残りすべて勝ちましょう、やってやりたい。とにかくね、まず水戸戦をしっかり勝って、次ヴェルディ戦なんですよ。とにかく大事な試合の前に、そうですね、ここで一個しっかりと食らいついてヴェルディをひっくり返す、はい、そんなところに向けてまず来週一つ、今週末一つしっかりと勝って、また来週僕がメンデスって言えるようにそうだね、よろしくお願いします。それではまた来週勝ってお会いしましょう。柏には負けられない。